前みたいなのは。わしにメンチ切ってやろう。やるんか。後悔すなよ。それじゃあ、はい、そうやな。そんなことないよ。恋愛経験なんて全然ないもんな。ほう。感心してるところ申し訳ないですがね、五郎くん、これは営業トークじゃなくて本当に恋愛経験はないんだってば。タイプか、どういう人が好きかなんてわかんないな。信じてくれた。男の人って私がそう言っても全然信じてくれないんだもん。でも五郎くんはちゃんと信じてくれたね。ありがとう。嬉しいな。ないよ。付き合った人数はそこそこいるよ。え？付き合うイコール恋愛じゃないよ。付き合ったのも男の人から告白されて特に断る理由がなかったからだけで、五郎くんだから話すけど、私今まで生きてきて人を好きになったことないの。もしかして私っておかしいのかな。ああ、そうやな。五郎くん、
ありがとう。なんか元気出たよ。コロー君は優しいね。ん？うん。ああ、私コロー君みたいな優しい人、好きになれたらよかったのにな。おいおい。でしょうね。さっぱりわかりませんな。そうやな。それはさすがにないと思うな。私この仕事好きだもん。おばあちゃんになっても今の仕事やってたいな。あ、それ新しいビジネスチャンスかも。おじいちゃん相手のキャバクラ、コロー君天才。うん。日本酒の種類が多くて熱かも飲めたらいいね。食べ物も柔らかいものが多めなの。女の子はみんな着物で、ああ夢広がる。うん。だよ。私おばあちゃんになったらそこで働くの。コロー君手伝ってね。うん。うん。うん、大好き。この仕事があるから今の私がいるんだもん。え？今のやっぱりなし。聞かなかったことにしてくれないかな。ああ。さすがコロー君、大好きだよ。まったく。
レディースグラス。田島さん、ありがとう。こちらになります。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。わーいわーい、お願いします。かわいい。レディースクラス、助かりました。ようこそ。どうもどうも、お願いします。盛り上がるね。こちらになります。ありがとうね。するで。ほんまありがとう。めっちゃ嬉しい。楽しいよ。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。ほんまありがとう。よお願いします。どうぞ。ありがとうございました。ゲストグラス。真島さん、ありがとうな。わーいわーい。こんなの大好きだよ。お待たせ。かわいいな。めっちゃ嬉しい。ありがとうございました。いらっしゃい。まあ、お願いします。頼りにしてます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。最高や。盛り上がりましょう。絶対嬉しい。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。するで。
ありがとうございました。嬉しいな、最高だよ。ありがとうございました。わーいわーい、盛り上がるね。ようこそ。どうもどうも。やったー、わーい。サンシャインに連絡を。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。いらっしゃい。またいらっしゃい。かわいい。ありがとうございました。嬉しい動きです。よろしくお願いします。美人だな。めっちゃ嬉しい。いい場所で。お願いします。ありがとうございます。やったー。盛り上がるね。ありがとうございます。ありがとうございました。それじゃあ、はい、そうやな。そうやな。そうだね。高いシャンパン入れてくれたらもっと近づくかもしれないよ。そうやな。ちょい待てよ。それ面白そうだね。謎に包まれた男、五郎くんを丸裸にするチャンス。練習ついでにズバッと聞いてみちゃおう。じゃあ早速、何から聞こうかな。あ、そうだ、五郎くんって今好きな人はいるのかな。
しかしてこのお店にいる子の中の誰かとか気になる、教えて。いや、またまた。なんだか五郎くんの声が慌てふためいてるように聞こえますぞ。おいおい、仕方ないな。じゃあそういうことにしておきますか。まったく意義あり。さっきのだってちゃんとした質問だと思います。はい。チェー、じゃあ次はどうしよっかな。あ、そうだ、五郎くんは S?M? どっち？だって何でも質問していいって言ったんだよ。ちなみに私はどちらかといえば S かな。そうなの？意外だね。ちょっといじめられる方が好きなんだ。じゃあ私たち相性バッチリだね。やった。だって五郎くんに何でも質問していい機会なんてめったにないんだもん。次は何聞いちゃおっかな。ひどいよ五郎くん、私ちゃんと質問してるよ。真剣な私のこの気持ち、どうして理解してくれないのかしら。はいはい、わかりましたよ。ちゃんとね、五郎くんはこの国の将来はどうなっていくと思う？え？どうだ、私の精一杯の真面目な質問だよ。今景気が良くてノリに乗ってるこの国だけど、将来どこまですごくなっていくと思う？そうやな。ほうほう、それはどうしてかね。すごーい、五郎くん冷静に物事を見てるんだね。うん、私も浮かれてるだけだといつか足元救われそうだなって思ってたから、五郎くんも同じことを思っててびっくりしちゃった。ふん、質問か。何にしよっかな。そっか、じゃあね、あ、そうだ、最近私胸が痛いんだけど、なんかの病気かな。何やと？なんかね、サンシャインに出勤しようとすると胸が痛くなるの。家に帰ったら治るんだけど、なんかの病気かな。ありがとう五郎くん。あ、でも仕事が嫌になったとかじゃないからね。全然そんなんじゃないからね。これ
また胸がキュッとなってきた。ありがとう、五郎くん。ご延長ありがとうございます。嬉しい、出来だよ。ありがとうございますご延長はよろしく。ご延長ありがとうございます。今日は最高だ。嬉しいな。ビバスでお願いします。出来だよ。ありがとうございます。いらっしゃい。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。嬉しいです。サンシャイン。めっちゃ最高。ありがとうございました。お願いします。盛り上がってきたわ。ありがとうございました。ありがとうございます。いらっしゃい。ありがとうございます。お願いします。最高やな。ありがとうございます。楽しみましょう。かわいいな。お願いします。
りました。全然ないだ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。レディースグラス。ありがとう。ありがとうございます。お待ちしてました。面白いね君。レディースグラス。助かっちゃった。お願いします。ご延長はいかがでしょうか。ありがとうございました。お願いします。盛り上がるね。ありがとうございました。最高や。ありがとうございます。いらっしゃい。また来ちゃったよ。嬉しいな。お願いします。レディースグラス。いらっしゃい。楽しそうや。お願いします。ようこそ参戦。美人じゃないか。ありがとうございます。かわいい。リバするで。楽しそう。ありがとうございます。どうぞ。
しゃいませ。どうもどうも。ありがとうございます。嬉しいな。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。やったー。お願いします。盛り上がるね。楽しいよ。はい、いただきます。助かりました。ありがとう。ありがとうございます。サンシャインへようこそ。ありがとうございます。お願いします。ビバするで。
こちらに乗ります。ようこそ。みんなのお願い、嬉しい。アイス交換。マジマさん素敵です。ほんまありがとう。いいじゃないか。どうぞこちら。ありがとうございます。お持ちしてますか。お願いします。いいな。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。始めようか。
しょ。それ。ナイスト。ご延長ありがとうございます。わーい、わーい、楽しいな。素敵です。盛り上がってきた。お願いします。いいよ。おしぼりです。ありがとうございます。失礼。ご延長はいかがでしょう。延長で頼む。ご延長ありがとうございます。いらっしゃいませ。どうぞ。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。どうぞこちら。ありがとうございます。いますんで。ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しいな。いらっしゃいませ。お願いします。ありがとうございます。こちらになります。わかっちゃった。
ひろと面白いね。お願いします。ありがとうございました。嬉しいな。ありがとうございます。かわいい。サンシャインへようこそ。嬉しいな。お願いします。嬉しいです。ありがとうございました。わーいわーい。レディースグラス。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。よろしく。いらっしゃいませ。こんばんは。嬉しい。楽しみましょう。美人だな。メニューに助かっちゃった。めっちゃ嬉しい。お願いします。ふざけんなや。すみません。サービスいたしますので。めっちゃ嬉しい。ゲストグラス。ゲストグラス。お願いします。素敵だよ。ゲストグラス。フィーバーするぜ。盛り上がるね。ほんまありがとう。ほんまありがとう。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。最高やな。ようこそ。また来たで。お願いします。可愛いな。ありがとうございました。お願いします。どうぞこちら。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がりましょう。かわいいな。ありがとうございます。いらっしゃい。楽しくどうぞ。メニュー。ありがとうね。おしぼり。ありがとうございます。嬉しいな。フィーバーするで。盛り上がるね。ありがとうございます。you
がとうございました。それじゃあ、はい、そうやな。この店暑いね。シャンパンとか飲みたくない？まったく。チェー、本当の接客っぽくやった方がもっといい練習になると思うんだけどな。喉も渇いてたし。おいおい、そういや、言わなきゃダメかな。そうやな。そうだね、五郎くんになら本当の私知っててもらいたいかも。そうか。私ね、学生時代どこにでもいるような平凡で地味で冴えない女の子だったんだ。クラスでも目立つ方じゃないし、成績も中の下、男子には見向きもされない、本当に冴えない子だったの。ああ、うん、五郎くんありがとう。でもね、そんな私をクラブムーの月山さんが見つけてくれた。いい素材だ、キャバクラで働いてみないかって。最初はね、私には無理って思った。だけど私変わりたかったの。冴えない自分から抜け出したかったんだ。それからはキャバクラで働きながら、立ち方、服の選び方、お化粧の仕方、話し方、笑顔の作り方、日々研究していったの。気づいたら私、クラブムーンでナンバーワンの女の子になってた。あの冴えなかった私がだよ。キャバクラっていう世界が私を、私の人生を変えてくれたの。それが私がキャバクラで働く理由。キャバクラで働くことが私の人生そのものなんだ。こんなこと人に話したの私初めてだよ。なんだか照れくさいね。五郎くんって素敵な人だよね。私、五郎くんみたいな人と会ったの初めてかもしれないよ。不思議同士お揃いだね。そうやな。私個人の夢じゃないんだけど、キャバクラって仕事が
もっともっと社会に認められるようにしたいな。ん？この仕事って世間の人たちから見るとお酒飲んで男の人の相手して遊びながらお金稼いでるように見えるんだって。そんなことないのにね。キャバクラで働いてる女の子はみんな努力してるのにね。そうやな。そうなの。お客さんに楽しい時間を提供するためには見た目にも気を使うし気配りも大事にしなきゃいけないもん。楽しくお話しするためには普段からいろんな話題をチェックしておかなきゃいけないし自分磨きも大変だよ。そう言われるとなんか嬉しいな。今日はたくさん真面目な話しちゃったね。ちょっと疲れちゃったよ。まあね。でもこんなの全然私らしくないよね。完成だよ。五郎くんはいつも私が一番欲しい言葉をくれるね。ああ、うん、よかったよかった。ありがとう、水島さん。
長はいかがでしょう。ありがとうございました。灰皿交換です。ご延長はいかがでしょう。延長で。ご延長ありがとうございます。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。嬉しいな。盛り上がってきたわよ。いらっしゃい。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。盛り上がってきたわ。ご延長はいかがでしょう。延長お願い。ご延長ありがとうございます。レディースグラスです。レディースグラス。助かっちゃった。ありがとう。フィーバーするで。ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がるね。嬉しい。最高だ。嬉しいな。お願いします。素敵だよ。ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しい。いらっしゃい。ごゆっくりと。ありがとうございます。嬉しいな。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。レディースグラス。ありがとうございました。いらっしゃい。ありがとうございます。レディースグラス。助かっちゃった。嬉しい。サンシャインようこそ。嬉しいな。ありがとうございます。嬉しい。いい加減にしろ。困ります。サービスいたしますので。盛り上がるね。フィーバーするで。ありがとうございます。かわいいよ。ようこそ。お願いします。嬉しいです。すごい。ありがとうございました。ようこそ。また来たで。いらっしゃいませ。かわいいじゃないか。
レディースブラック。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。さて、盛り上がっていこうか。
主役の座は譲らんで。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。お待ちしておりました。よく、行こうよ。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。行こうよ。レディースグラス。助かったわ。こちらになります。馬島さん素敵です。盛り上がりました。お願いします。今日は最高だ。おしぼりです。助かりました。アイス交換いたします。ご延長はいかがでしょう。延長で頼む。ご延長ありがとうございます。レディースグラス。ありがとうございます。ほんまありがとう。ありがとうございます。お願いします。ご延長はいかありがとうございます。盛り上がってきた。ほんまありがとう。また来ちゃったよ。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。ゲストグラス。助かりました。お願いします。頼りにしてます。素敵だよ。ご延長はいかが。延長で頼む。ご延長ありがとうございます。ご延長はいかが。延長で頼む。ご延長ありがとうございます。ビーバスルで。ありがとうございます。嬉しいな。盛り上がるね。ママありがとう。わーい。ありがとうございます。盛り上がってきちゃった。ありがとうございます。ありがとうございました。嬉しいな。いやありがとうございました。ありがとうございます。
ビーバスムで。めっちゃ嬉しいな。ありがとうございました。バイバイ。盛り上がってきたんだよ。了解。お願いします。お願いします。ありがとうございました。嬉しいな。アイス交換いたします。ありがとうございます。ようこそ。よろしくお願いします。盛り上がるね。ありがとうございます。いらっしゃいませ。美人だな。お待ちしてます。ありがとうございます。ありがとう。わーい。ありがとうございます。お願いします。嬉しい。嬉しい。ありがとうございます。ご一杯よ。マジマ、よう来た。待っとったで。おちょ待て、何興奮しとんねん。そら興奮するに決まっとるやろ。な、お前水臭いやないか。たった一人で。せやけどこれで一件落着や。ようやったでマジマ。何の話や。何って。ではお前やったやろ。改めてお伝え、あの写真の女。ん、今日未明、蒼天堀川で発見された若い女性の遺体は、身につけていた衣類などから牧村誠さん20歳とみられます。遺体は損傷が激しく、大阪府警では牧村さんが何らかのトラブルに巻き込まれた殺人事件であると断定。
捜査本部を設置し、何やこれは。おい、お前がやったんちゃうんか、あの写真の女を。俺はやっとらん。やるわけないやろ。せやけどお前、死体は昨日お前が持ってった誠の服着とったで。何やと。朝店にデカが来てな、身元確認や言うて死体の写真見せられたんや。顔は潰されとったが、服は間違いなくお前に渡したやつや。はい、大口会館です。お前にや。変わったで、真島や。わしからのプレゼント受け取ってもらえたか。何の話や。決まっとるやろな、牧村誠の死体や。何やと。あの子はこれで死んだことになった。あんたの雇い主もこれで納得やな。あんたが消される心配はもうないっちゅうわけや。感謝してもらうな。お前何もんや。目的は何や。取引したいんや、あんたと。何わけわからんこと。実は今な、あんたの店で飲ましてもろてんねん。お前グランドに。いやもうちょっと。ええ店やな、真島くん。わしここ気に入ったで。今から一緒に楽しもうやないか。あんたも早おいで。